ラジオ第19回をお届けいたします。本日は2021年3月27日土曜日でございます。あれですよ、昨夜ね、ツイッターでね、ちょっとね、酔っ払ってこれはね、土曜日夜ちょっと今週は飲みに行きたいと、それで飲みに行くために夜を明けたい、時間をね作りたいっていうんで、金曜日の夜に、このラジオを更新しますよ、してみますみたいなことをツイッターでのたまったんですね。いや、その本当にもう確認もでございますよ、できなかったんですけど、いや、やっぱその何でしょうね、かかるその家の中のね、ことをね、何でしょう、時間通りに進めることはできないと分かっているはずなのに、いろんなね関数がございますから、ついついねそこを読み誤って、今日金曜日、金曜日の夜にね、ラジオの編集まで終われば土曜日空いて飲みに行くぞみたいな、ことを考えた結果、自分自身のね、そういう読みの甘さを、再確認いたしました。ゲイ熊川でございます。土曜日、に撮っております。今回はでございますね、シリーズで続けております、ケイ熊川による、この自主制作レーベル憎しみレコーズのね、音源を、過去からずっと遡ってね、オーディオコメンタリー、音源ごとのオーディオコメンタリーっていうのをずっと、続けてきまして、今回はですね2019年作でございますね。2019年の、5月にリリースいたしました、これはスプリットシングル、お聞きの通りですね。これスプリットシングルになってまして、今お届けしているのがですね、ゼッチさん、北九州市、若松のシンガーソングライター、ゼッチさん、はい、アフリカの父をお届けしております。そう、このシングルはですね、その2019年5月に、私が催しました自主企画のライブイベントをですね、福岡市東区にございますブロウィニューソールという箱で取り行ったんですけども、そこで行った馬の骨音楽会というものを企てまして、でこれはね、そうだね、とにかくメンツ、俺ケイ熊川と、それからこのゼッチさんですね、そして高橋プランクトン、それから、タダクマアールというこのそうそうたるメンツをに快諾いただきまして、イベントを行ったんです。でね、そのとにかくゼッチさんっていうシンガーソングライターが北九州にいらっしゃって、もうそのなんていうのか、あのね、オリオのブラックホールという箱で初めて会ったのが、あれは2年前というところだと思うんですけど、時々ね、そういうブラックホールの方たちとね、
話しててギョッとすることがあるんですけど、あのブラックホールの面界隈の人たちと出会ってまだ2年くらいしか経ってないんですよ俺、あまりにも濃いので時間が、本当10年来の、ね、旧知の仲のようにあっという間に、打ち解けさせていただいてるんですけどもね、そんなに昔からというわけではないんですね、曲変わりまして、これが俺の、ケイ熊川で13万暮らしですね。この2曲をカップリングした、タイトルがブローウィン・ユア・ソングというスプリットシングルとして2019年5月にリリースいたしましたものです。これはね、そう、その、馬の骨音楽会というものを2019年に主催した時に、やっぱりそのね、ゼッチさんをね、福岡市に呼びたい、来ていただきたいということがやっぱり主軸となって企画を立てたんです、当時ね。でお忙しい中ちょっと来てもらって一緒にライブをやるってなった時にね、これはチャンスだと、ジェッチさんとスプリットシングルを作れるチャンスだっていうことで、ジェッチさんが録音してあったアフリカの父と、俺の曲とっていうんで2曲入りのシングルをその音楽会で配布しようということで、これね、ジャケットなんかもね、ジェッチさんがドローイングイラストを描いていただいてね、ポスターもね、その時のイベントのポスターもジェッチさんが、描いてくれてっていう、ジェッチさん頼みで、進めたイベントだったんですけど、そう、それでジェッチさんのアフリカの父とカップリングにする曲っていうんで考えた時に、なんか知らないけどね、この、俺の中でも一番古い曲の一つ13万暮らしがいいなと思ったんですよね。で、この13万暮らしはこの時のシングルのために、もちろんこれはファースト EP の、サニーにも収録されてる曲なんですけど、このシングルのバージョンを新しく、新録したものを収録しています。13万暮らしっていう曲はね、初期、超初期のケイ熊川のライブではいつもレパートリーにライブでよくやっていて、で当時評判良かったんですよ。この曲がいいって言われることが一番最初の時期あって、でもね、そのね、これどうなのか分かんないけど、おそらく今の俺のイメージからすると少し違うように聞こえるんじゃないかなと俺は思っているっていう話なんですけど、なんかね、だからまあ日本語のロック、いわゆるね、のようなものに近く聞こえるんですよ、自分の自己評価ではね。で、はたまた今多分パブリックイメージとしてあるようなね、サイクロプスの足とか、ローザだったりとか、コートニーだったりとかサニーだったりとかっていうような曲とはムードが少し違う、趣が違うのかなみたいなことは、自分では、思うんですけど、でもどっちも、俺の中から正直に出てきているムードなので、最近は特にね、その辺はどちらも気にせず混ぜこぜにして、そこはもう、なんだろう、聞く人がどう聞こえるかなので、そしてそれを昔はね、俺コントロールマニアですから、ね、聞いてくれる人がどういうふうに聞き取ってくれるかっていうことを、
悪く言えばすごく支配したいと思っていたんですよ、うん、で今はそれが、うん、なんだろうな、うん、もう少し身を委ねれるよ、れるようになったと思います、うん、のでね、何でも、自分の中から自分らしく正直に出てきた、その出てき方が自然であればどういうものでもやっていいなって最近思ってます。うん、二巡目のアフリカの父でございますね、この曲を初めて聞いたのはそのデッサンと出会った、2年前3年前、うん、になるのかな、オリオのブラックホールで高橋プランクトンが引き合わせてくれましてね、でその時に、魔物たちというイベントタイトルのライブを組んでもらって、でそこで初めてデッサンと会ったですよね、うん、いやそっからね、そうだね、俺一番最初に見た時に印象的だったのがこのアフリカの父だったんですよ、うん、でその後銀河を聞いて、ぶっ飛ばされるじゃないですかね、えで今はデッサンともね、信仰を深めさせていただいて、ね、ライブでヤジをいただくような、関係を構築させていただいてますけれども、そうですね、やっぱりデッチさんは、うん、ね、俺が説明する必要がどの程度あるのか分かんないけど、でも言うだけでね、ただなんで、すごいと思いますよ、うん、ねえ、銀河を聞いて、俺はねブラックホールのカウンターの上を涙でびしゃびしゃにしたことがあります、ね、ありがとうございます。そうそう、それでね、このゼッチさんね、で引き合わせてくれた高橋プランクトンからまた今年もねちょっとお誘いを受けてね、俺初めてなんですけど 5月にね広島の方へライブをやりに行けるっていう話をもらっいただいておりまして、5月の末だったと思うんですけど、参ります、広島へ、そうゼッチさんも一緒に、ので楽しみにしてるんですよ。おね、実はまたなんか作りませんか。よろしくお願いします。アフリカの父、うん、それから13万暮らし、この2曲を用意しました。今日はですね、2019年リリース、スプリットシングルですね。ジェチとケイ熊川によるスプリットシングル「Blow in Your Song」のオーディオコメンタリーを、お届けしてみました、うん、あーよろしいですね、はい、アフリカの父を聞きながらございます。Thank you.
どこだ。うわ、アフリカどこだ。アフリカ。え、どこやった。プライベートカーセックスラジオ第19回をお届けいたしました。そうっすね、これおまけです。ね、いやいや、今日今ねお昼の2時ぐらいなんですけどね、こっからうまく編集まで終わってアップロードができれば夜飲みにケイクマ川は今夜飲みに行けるのか否か、楽しみにしながらですね、やりたいと思います。次回はまた来週でございますね、おそらく。そう次回はおそらく次このスプリットシングルの次になると、おそらく2019年リリースの、ベテルギウスズフォーギブネス、ベテルギウスの許しという、EP6、 6枚目の EP ベテルギウスの許しのオーディオコメンタリーということにいよいよなってくると思うんですよ。でただね、この EP は未だ YouTube にフルで聴ける状態でアップしてないんですよね。このベテルギウスの許しもその次の、マキシシングル生活もそれぞれ1曲ずつシングルカットみたいな形でミュージックビデオのようなものを作って、映像付きのものを一曲ずつ、ベテルギウスの許しからはアイハートユー、それから生活からは街の日、この二曲をね、ミュージックビデオとしては YouTube の方にね今 見れる状態でアップしてるんですけど、音源フルというものはアップしてないので、このあたりも、うまく一週間の中でね時間を見つけて、フルの動画をエンコードする時間が、できれば来週のこのラジオまでにね、ベテルギウスの許しをアップしたいと思いますね。そうっすね、もうアップしてもいいんじゃないでしょうか。そんな感じでね、新しいことを始めましょう。ケイ熊川でございました。それでは皆様、よろしい、素晴らしい、楽しい週末をお過ごしください。音がでかかったですね、すみません。できないで。